ちょっと草を食べたんですよ。あ、今日じゃなくて昨日の朝。昨日の朝。体重を測ります。一緒に出ちゃった草と。はい、宝くじね。4.55。もう一回宝くじね。4.55。まあ前回の体重としてですね。はい、前回は4600。まあこれぐらいで。いっぱい吐いちゃって、それでその後食べてます。食べてます。吐いた時って消え出てます。食べてます。あ、気は出てません。あ、出てません。泡みたいに脳を出して、そこにちょっと草が混じってたから、多分散歩に行った時に食べたんだと思う。草が出てたか。他のものは出てないけど。どうしても出てくるね。食べますよ。ちょっと引っ張るんだけど。いや、まあ確かにそういうのはありますよね、ちゃんとね。だからわざわざ猫腐って言ってますもんね。そう、だからね、それを買ってきてやってもね、それは食べない。そうなんだ。うん、バズんだね。そう、江の頃のあの若いあれが好きなんですけど、買ってきてやってもね、それは置いといても食べない。柔らかすぎるかも。はい、じゃあお願いします。じゃあ夕方5時ぐらい、はい、お願いします、はい、じゃあもうなんかここにどうもお願いいたします。はい、こっちもない。トウタケリちゃんが来てます。移動しますか。